はい、では KOF 15連中対戦研究実況配信の16回、くくりさんですね。くぐり結構評価は高い。ステージどこだろうな、これ。なんでもいいけどな。砂漠っぽいステージに、砂があるステージにしてみよう。ちょっと BGM がね、全然関係ないんですけど。くくりは性能は結構ね、結構強いと思うんだけど、使ってる人はそんなにいない感じがするよね。なんか特殊な、ちょっと難しいイメージがあるのかもしれないけど。よし。まあ、14からのキャラで、14の時も結構まあ特殊なキャラって感じだったんですけど、ちょっとキーディスが出てないな。まあ、特殊技から見ていくか。まあ、強いのは壊し。壊しはキャンセルが効くんで、壊しから特殊技がいけるんで、強い壊し。大足が長い。キャンセルは効く。立ち D が、まあ、ちょっとスライディングみたいになってる下段技で、これが単発でキャンセルがまた効くんだよね。あんまめり込まないんですよね、これは。ちょっと後ろ下がるんで。あと立ちぶっ飛ばも強いんだよね、判定。ダメよりリーチ長いとかですかね。HB もまあまあいいよね。しゃがしも長い。キャンセル可能。キャンセルできる技多いんだよね。ジャンプはややふわっとしてるけど、まあ、軌道変化があるのと、ジャンプ攻撃の性能自体はまた結構いい。ジャンディとジャンシー、まあ、持続が結構長いかな。ジャンビーは上の方だけど、ぶっ飛ばしはリーチはないけど安定は強くて持続が長いと。うん、これで乗っかるのは結構強いですね。飛び込みは基本ジャンプ D で、うん、結構スピードもある。まあ、そんな14から変わってないかな。技は追加されてるけどね。で、前、ちょっと技名の読みはよくわからんけど。前、これね。特殊技で、上段技。で、小技からつながる。コアコアコアからつながる。だけど、リーチが、上の方がリーチが長いんでね。で、下の方はそんな長くなくて、しゃがみには、3発から繋がってないんですよね、これは。2発からは繋がるけど。立ちの相手には3発から繋がる。上の方がリーチが長いという技なので、まあ、基本2発から前へ行っとけば、まあ、まあまあ、OK。または、近距離強パンが2段技で発生早くて、キャンセルかで強制立たせなんで、近距離強パン前は絶対つながるという感じ。タッチ D は必殺技キャンセルできるけど特殊技は出ないんだよね。はい。で、レッサージ、あ、ちなみにこのフッサ剣かな、わかんないけど、今回は前14からだったかちょっと覚えてないんですけど、空中、こういうとこからこう当てた後に、これは当たんないのか。まあ、いや、ジャンプさせて、こう当てた後に追撃できるんだよね。ひさざらで。まあちょっと今はいいか。キャンセルひさざらつながるタイプの技になってると。はい。で、ひさざら。で、サジン。まあ、弾ですね。端まではいかない弾。これはかなり強いです。
ね。EX は始まりいく。硬直がすげえ短いんでね。コアコア、まあ、A、弱玉とか。これをガードさせても有利が取れて、大幅有利が取れると。これ遠距離強キックキャンセル玉とかで固めるのがマジで強い。弱玉強玉混ぜて、弱玉はレンガになってないけど、強玉はレンガだったり、強玉でもプラスが大幅有利が取れる、まあ、ぶっ飛ばし玉とかだな。これマジ強いですよね。これちょっと有利フレ多すぎるんじゃないかってぐらい強いんだけど、まあ、コンボにも使うし、立ち回りでも打っていいし、相当強い球ですね、これもね。ハリケーンアッパーとはまた、まあ、似たようなもんだけど、端で使えない、立ち回り届かないっていうぐらいで、それ以外の性能は相当強いですね。これを使って、画面端コンが伸びると。前、先端弱玉から小足が、届けば繋がる。これが繋がるんで、これが繋がってしまうと、とかいうのがあるので、めっちゃ伸びる。端コンが伸びると。まあ、後でやります。で、熱さ旋風。くるくる。手から砂を噴射しつつ回る。真空型でオーバーですね。まあ、これ弱は、小技から繋がる。この技もね、相当強くてね。まあダメージ87っていうので、もう結構高いんだけど。小足から繋がる技で87って結構減るんだけど。しかも突進技でガードされても、プラマイゼロ、5分なんだよね、これ。こういってプラマイゼロっていう。相当これ強いと思うんだけど、まあ、画面端だと一応めり込んでしまう、で投げられてしまう、確定はしないんだけど、五分だから投げ外しはできるんだけど、相当強いんですよねこれはね。で今日の方はコンボに使うと、今日の方は3ヒット、まあ、繋がってなかったな。これが、まあ、まあ A から繋がると。まあ結構ダメージもある。まあこれは普通にコンボ用ですね。スパキャンも可能。で、EX 版は、145減って膝崩れ。しかも発生早くて小技から繋がる。っていうかなりの、これまた使いやすいコンボ指導技。まあ、コアコアコア。コアコア前 A からとかですかね。で、今回こっから前 A が入って、繋がる。いうのが基本コンボかな。こういって、今日のこれだな。これがまたちょうどいい距離になるんで。コンボの自由度高いんだけど、結構ねきっちり繋がるようになってるんで、技がそういう風に作られてるっぽいんで、この指導はこれで締めるみたいなのがあるんでね、強い、使いやすい。まあ結構覚えればコンボはただ火力の高いコンボみたいな、ちょっと長いけど端でが、こう行って、みたいなのが減るんですよね。まあ、減りすぎてるんですよね。次、いや、ポスター衝撃。まあ、飛び上がって、中段キック。まあ、これも結構早くて慣れないと、ガードというか暴れたりして、暴れを潰す感じで当たってしまったりすると。今日の方は単純に発生遅いんだけど、今日は無敵あるよね、多分。今回ないのかな、無敵。前無敵あったよね、これ。
ないのかな、わかんないな。発生には何もないか。今日は何だろう、ガードさせて有利だったりとか、弱はマイナスマイナス、今日はプラスだ。で今日はガードさせて有利、大きい攻めでガードさせてこういったりできると。うん、なるほど。 EX はまた発生が早い、まあ、これは普通に中断として使う感じだな。だ近すぎんとね飛び越えちゃうんだよね。120か、結構ダメージ高いな。クックやっぱダッシュ壊しが強いから急に出されんとこれも通りやすいですね。でこれは空中版があって、これはジャンプジャックとかぶっ飛ばしから出せるんで、こういう感じか。まあラルフの爆弾、空中急降下爆弾パッチみたいな感じで使うんだと思うけど、まあ、ちょっと距離が難しいですね。弱は短いし強は長すぎるんだよね、これ空中はね。強はあとこれダメージがなんかちょっとよくわかんないんだけど、地上版は弱が80で強が 100EX が120ってなってるんだけど、20ずつ上がってくんだけど、空中版は弱は80で変わんないんだけど、これ強も80なんだよね。で EX は120っていう、空中の強だけダメージが低いんだけど、これは仕様なのかミスなのかちょっとわからないですね。まあそんな使わない？どうだろうな。EX ゲージは他に入った方がいいかな、これは。はい。で、幻影サジワープですね。これがまた相当うさんくさい性能してるワープで、下2回。まあ、ドローレスと同じコマンドなんだけど、A がちょっと前へ行く。で、C はもっと前に行く。B はその場。D は後ろ。まあ、ドローレスのワープと違うのは、攻撃判定が出るってとこですよね。この崩れていく砂の終わり際に攻撃判定があると。で、1フレームから上半身無敵ですね、これは多分。重なっててもかわせる。ジャンプ攻撃も基本食らわないですね。で、膝下ぐらいにしかやられる判定が多分ない。あ、これ当たんない？これ当たんないのか。攻撃判定。もうちょっと下にある技じゃないと当たってくれない。で攻撃判定、こう攻撃食らっても発生保証が結構早い段階からあって、本当に出始めの1フレ2フレ目ぐらいを潰されると砂は出ないんだけど、まあ基本も砂出ちゃう、重なってなかったらもう砂出ちゃうっていう感じで、くくり使い、よくあるくくり使い、リバーサー、後ろワープを多用すると思うんだけど、ゲミなしにして、重なってないな。これ今重なってますよね。重なってる。リバーサー後ろワープが上段攻撃だとできちゃうんだよね。だから壊しを重ねないといけないんだけど、こうしないといけない。こうすれば砂も出ないと、重なってれば。でこれ重ねがちょっと遅いと壊しは当たるけど発生保証の砂が出て攻めが続かないと、コンプしようとすると砂を食らってしまうとっていうね、
置き攻めに相当神経使わないといけなくて、でしかも置き攻めも密着で重ねようとしたら、このゲームは通常投げが勝っちゃうんで、こうなっちゃうんだよね。ちょっと離れてこう重ねる必要があって、こういう重ねる必要があって、でもこれをやると余裕のバック捨てをされてしまうんですよね。だからククリに完全に置き攻めするのは相当難しくて、なんだろうね、足元にでかい判定がある上段攻撃ならいいんだけど、ないキャラが多分いるんで、マジでちゃん完全に全体用の置き攻めってできないキャラがいると思うんだよね、これ。っていう、ちょっと、守りが相当強い、リバサ昇竜がないんだけど、それ以上にちょっとリスクの少ない逃げ方ができると思うんだよね。でも読みで、スナマープするのを読んで、前ジャンプするとかだよね。こういう感じになるんじゃないかと思うんだけど、相手の癖を読むか、まあ前ワープも当然あるし、ね、リバーサ前転後転もあるから、完全対応はほぼ無理ですね、これ。相当強いです、くくりの守りは。はい。昇竜との読み合いだったらね、遅らせとかでいいんだけどさ、遅らせても逃げられるだけだからね。はい。なんで、ちょっと EX ね、EX。EX は、いっぱい出ます。当たると浮きます。これパンチね、パンチ。追撃可能ですと。キックは、前に3つ出て、自分は後ろに下がる。まあ、これも追撃はできますね。まあ、基本は前行くんじゃないかな、やっぱ。まあ、無敵とかは変わらないですね。弱とかと一緒の性能をしてると思う。リバーサー壊しには負けるという感じですね。で、新技の熱鎖中撃かな。この、ジャックはちょっと前に砂の柱を立てる。今日はもうちょっと前に出る。EX は位置的にはその中間ぐらいで、とでかい柱。で、ジャックと今日は立てると、まあ、地上くらいですね、普通に。発生は結構早いんで、ジャックからってのはある。で、EX は浮く。まあ、これも技から繋がって浮く。まあ、一応追撃が可能。で、どう使うかっていうと、まあ、コンボを伸ばしたりに使うんだけど、もともとコンボパーツ揃ってるからね、もともとこれだったりしたのこうもっと伸ばしたりとかいうこともできるし、まあ単体の、技単体のダメージだと、これが145で、これは100なんだけど、こっちの技は補正が重いんですよね。補正が結構かかるんで、その後の技。まあ、シャガット強パン、これ56ですけど、こっから、当たるかこれ。当たんないか。66。まあ、ダメージに10差があって、おっ、崩れしてきてる。すごいずれてる。補正が結構重いですよね。なので、コンボルートによっては、くるくるより、こっちの方がダメージが出ると。で、それが特に出るのが、まあ、端込んで、今までだったらこう言ってた。こう言って、これで、
449なんですけど、フォア指導で。これを、これ、こっちにすると、これで467、18かな ?18 こっちの方が高い。ですよね。壊し指導で 0.5 ゲージ467ってマジで減りすぎてるんですけど、これを超えるのはもうバネッサとかね、そういう、そういうクラスのキャラだと思うんだけど、すんげえ減るんだよな、マジで。しかも練習したら別にそんなむずくもない。全然できる。しかもこっからワープで置き攻めが続くっていうね。いう火力が出るんですよね。まあでもこれぐらいしかちょっと使わないかなって気がする、この技。そんなこれじゃないとダメっていうポイントはちょっとわかんないですね。こういうのはあるけど、別に確認できればこれでいいからね。新技だけど、ちょっと使い方がこの技と被ってるんで、そんなに必要ないんじゃないっていう気がしますね。はい。で、消費。サイコクラッシャー。まあ、使いやすいと新技ですね。5ヒット200ダメ。まあ、いろんなとこからスパキャンで、スパキャンとか、これ遠距離強気風弾って打っといて、当たってたらヒット確認っていう、まあ簡単なやつもあると。まあいろんなとこからありますね。さっきからやってるこういって最終段からとか、まあこれはちょっとかするんかな、これはちょっとかするから、波動からだな。補正が重いからこうだなとかね。まあそういう使い方ができると。マックスパンはまあそのダメージアップ、10ヒット結構運ぶんだよね、画面端まで。癖が多い技が多いけど、超飛はこの技はシンプルな感じですね。で、もう一個が、これ、弱が自分の目の前、強が透明。で、使い方は、一つはダウン OH になる性能をしてると。カラスパキャンで入る。あとは普通に、空中の発生が早いんで、空中の初段の発生が早いんですよね。だからこれフルヒットこダメージがね低いんだよね。ダウン追撃状態で入るとダメージが低いんで、補正がかかって、こういって違う、こういって追い当て方もできるし、あとこれ2階に入るんでね、2階入る、1階目は立ち状態、2階目は多分追撃みたいな感じで2階入る。で2階目はやっぱダメージが低いですね。これは多分早ければ入る。こんな感じで入る。まあその逆も入る、うん、逆っていうかこれからも間に合えば入る。こっちはそこそこダメージ伸びてるかな、まあ、残り体力ちょっとと思ったら使ってもいいかなぐらい。でこのマックス版がなんかわかんないけどすごい発生遅いんですよね、こっちは。
ノーマル版は対空ね、この相手のジャンプしたタイミングで打って入るんだけど、マックス版は全然入んなくて、なんかすごい発生が遅い。これはなぜかわからん。わからないけど、こっちはマジ使い道はなさそう。こう打っても入らないと思う。一応空中で間に合ってるのか。こっから、こっから出してもノーキャンじゃ入んないよね、これ。間に合わない。スパキャンなら入る。マックスキャンセル。あー、相手の位置をロックするけど届いてないですね。カス当たりになっちゃうと。ちょっとマックスマンのこっちのパンチの方の上位、ネッサー悟空風神、こっちはちょっと使い道わかんないですね。で、悟空ネッサー防災流クライマックスね。訪れ大丈夫かな。大丈夫。これはまあどういう判定なんだろうな。飛び道具なのか何なのか分かんないんだけど、ちょっとまあ結構フルヒットしづらい。フルヒットで4-5になったけど、距離とかによってフルヒットしづらかったりする。まあそんな使わないよね多分ね。こういうとこから使って、多分全ナイトしてないですねこれは。まあ忘れてもいいんじゃないかこれで。断追撃には確かこれもなるはず。フリフレ臭くないかこれ。さすがそんなことないか。まあちょっと使いづらいかな。置いて、これが7ヒットしかしてないな。全部で9ヒットなんだけど、まあ前段は当たりませんと、はい、いう感じですね。まあ技はこんな感じ。超飛、パンチの超飛とクライマックスはちょっと微妙だけど、他はまあまあ強いですかね。はい。で、さっきからやってるけど、ククリのやっぱり強みは、端コンの火力、とか、まあ、小足からコンボが伸びるっていう運び能力と、ワープ置き攻めの強さ、まあ、置き攻めに限らず、ワープ、逃げも攻めも強い。大体これに繋いでおけば OK で、この前、弱波動まで入れ込んで OK っていうところだよね。大幅有利なとこだよね、これ。ここやっぱ強さがあるよね。これで地上戦の強さを支えてる。地をモリモリ削っていく。っていうとこですね。マジで減るからね、これ。あとは、空中戦もこのジャンディとジャンプ打った足の安定の強さがあるから、結構強い。結構強い。D が発生早くてリーチ長いんだよね。これね、そうなんだ。こう、この距離はシャガコガの距離なんだけど、これからもうちょっと遠目だとシャガシーがつながる距離なんでね。ここは届かなくてシャガシーはつながるって距離があって、この
壊しか探しどっちが繋がるかを見極められるかどうかは結構端っこのポイントだよね。飛びから行くと探しが繋がる距離になるんで544 飛びから544 0.5 ゲージっていうやべえヘリなんだけど、すんごいヘリしてるんだけど、結構ね練習したらコンボ安定するからねこれ。まあ、くくり使いがそんなに数がいないから隠れてるとこあるけど、相当なちょっと火力キャラだと思いますね。あちらの壊し3回前へは8だと繋がるね、しゃがんでても。その後の波動が繋がんないけど、端はこれね。今日昼にくくりの練習してたけど、ほぼこの端コンしか練習してないんだよな。川そんなにそんなにって感じだね。中央はもうマジこれだし、もうちょっとゲージ使ったとしてもこれぐらいですかね。まあ、中段技、立ち回りの中段技っていうのは、まあ、これはあるけど、発動できる特殊技とかはないから、発動コンはそんなになんだけど、まあ、一応、こういって強制立たせてみたいなところから、対象限定コンボで、で、こう470とかがあるっちゃある。クライマックスは多分フリットしないからね。多分くくりはあんま対象で使わないよね多分ね。あんまり先方でいいキャラだと思うんで 0.5 ゲージあれいいんで、結構ゲージ溜め能力もある方だと思うんで、感じですね。思ったよりね、思ったより言うことないんだよな。14カラーがま変わってないんで、そんなに立ち回りももうなんか弾打って乗っかってワープで荒らして端まで持ってって端っこ狙うっていう感じの立ち回りじゃないですかね。はい、こんな感じですね。くくりはね、今んとこね、こういう中段で荒らしたりとかね。はい、で今日は対戦もやります。アプデが当たったので熱帯でフリーズをしなくなりましたということで、前回飛ばした春英、今日、ジョーの3人で、ルームマッチをやりたいと思いますので、また対戦できる方お願いいたします。いや、当たってます。いけましたね。今日もよろしくお願いいたします。東、気を取り直して、さっきはなかったことにして、ちょっと順番いろいろ変えていきたいけど、基本春英は先方やな。
言うてちょっとみんなコンボがね覚えられない。投げれん。投げらない。しゃがないパンになっちまった。大きくだけろ。貫け。もうちょい有利振れないかこれ。貫け。ダッシュ。ああ恨んでた。うお。とどめをどういくかだよな。今日のコンボはコアコパ88式 EX レッドキックね。でこれだ。ああこれかなり隙あるな。安い。間違えた。ダイヤ6カラキャンか。おお、こう打ち込んで振り込んでいく。おお、あ判定でか。あそこで当たんの。前指マジ強いなこれ。ゲージを使うところがなかったな。やりすぎた。完全にやりすぎた。隙が短い。大やし大やし。ジョーのコンボはコアコパ後ろ B。 漏れた。あー走りすぎ。遠かったんかな。いい。あー違う、立ちコパでいいのかあれは。やった。あぶねえ。昇竜。あっダイヤしか出てない。確定しないか今の。すんごいワープした。当たってしまった。スラッシュキックが一瞬画面外まで行かなかった。いやコンボに行けないですね。ジョーは立ち回りだけで戦えるけど、今日は難しいね。
草薙さんが立ち回りが全然わからんな。飛びが弱くなってるんで、なんだろうな、荒髪を軸にダッシュ小足を通さないといけないんかな。足の長いコンボはやっぱりちょっと覚えないとな、手癖にしないととっさに対戦中にはできないですね。何の曲だこれね。刻み抜きが来た、やっちゃうなこれ。できない、カッパニッシュって出たんだが、ダイヤして刻み好き投げがかくってたんだが、出ない。こい、当たってない。こうだ。うお、刺さってる。届かなかった立ちぶった場は強そうだよね。上から行く技がなんだかよくわかんないな。かかと、かかと、かかとが強え。振りがないからあの飛びはダメだな。間違えた。 EX 爆裂ですね。立ちこぱ後ろ B か。で、前 B かかとか、とっさにコンボが出ない。言うほどこいつらは戦ってんのか。ガローチーム同士で戦ったりしてるイメージはないんだけど。ちょっとカラーが地味だよね。パンツの色しか変わんないよな。よし、先方で行こう。言うて 0.5 ゲージコンボで十分だからね。ジョーもね、コアコパ後ろ B、 EX 爆裂、前 B かかと、大 K だけで戦える。先方向けキャラだな、ジョーも。それでは、
間違えた。EX 爆裂がとっさに出せねえ。違う。なんか発動ボタン押したわ。スタンコンボの癖が。タレと割れていく。繋がってない。あらー。グダグダだな。まともなコンボがまだ一つも完走できてない。上段受け弱疾風脚って対空になるぐらい早いんだなあれ。外足結構下に判定薄いな。これ低姿勢に当たらないぞ。ぶっ飛ばしの打ち合いで負け取る。何がいいんだっけこれ。できるんか。あれ割れないんか。うお。ムーンスラーに勝った。今のジャックムーンスラーだったのかな。めくり弱えな、マジ。コンボがこれしかないからちょっと狙う。当たらない。これマジむずい。マジ当たらん。足短い。消費つなぎづらいよねこいつ。逆ならいいのかな。逆でもフリッターちょっとむずいか。何のトロフィーだ。じゃあちょっともう1試合ぐらいで次ラストでお願いします。全然ジョーとかのコンボがいけないですね。やっぱね、シュウエイもコアコパトロすぎしかないんでいいんだけど、コアコパ EX イフリートがか。あとはセレクトステージ。結局やっぱりね、なんだかんだコンボより立ち回りなんだよな。コアコパも結構密着気味じゃないと繋がんないから、ジョーのやつ。コアタチコパはしゃがみには当たんないから入れ込んじゃダメだし、結構むずい。どこまでなんだ。
めり込んだ。潰れる。減った。イゲージコンボでも十分減る。最後大 K だったけど、多分強スラッシュキック入るよねあれ。なんか結局発動コンボが簡単だな。ジョー乗る。長い。当たってる。無敵が短いっぽい。ムンスラ違うでしょう。3ゲージ3ゲージ毎回これに入ってるんだけど絶対違うよな。もっとあるよね。コアコパ取ろすぎからの確認しかできないんだけど、コアコパ EX イフリートに行かないといけないんだよ本当は。そんな確認できません。あー、クチッと。痛い。あ、そっち多分クライマックスで良かったよね今の。表投げ。私のタイミングはやっぱりわからん。やった。やった。待ってたけどガードできない。安い。簡単なのでいきます。よし、すごい簡単なコンボで締めた。ありがとうございました。あれだな、今もうあのことづきスパキャンとかで良いんだよな。完全に存在忘れてたけど。よし、ありがとうございました。あー、というところで一人来た。やるか。ちょっと最後に一試合やっております。全然知らん人はだから、せっかくもう一人来てくれたんで、こんなチームでいいのか知らんけど。達人1。よし、スラヌイ流の神髄受けてみろ。テクセゲイザー。ジョーの EX 爆裂からのコンボをまともなのができてないんで、それを BGM もちょっと上ステージだし、
開けてないけど、もうめくったけど、行っていく。やっぱヨガだからちょっとダイヤシから出しづらいとかそういうのがあるのか。届けない。早出しに負けるね。カトなんだよな。いい曲だ。いいかかとだ。あ、次入んないんだね。やった。冒険、うん、 EX 波動拳みたいな使い方をしてくれた。コンボなくてもまあ戦えるはないパジョーは。崩せないっす、このキャラ。崩しがないっす。このキャラ崩しがクソ弱っす。守りもクソ弱い。裏行った。これしかない。ほほう、守りも崩しもクソ弱なんだが、マジトロすぎ。中間距離適当なトロすぎを放つしかない感じがする。しゃがみで守られたらどうすんだろう。使っちまえ。適当なアドリブフォームから何すんのこれ。うわ、止まれた。俺のコマ投げが危ねえ。この人ランクは達人だけど絶対もっと強いよな。ランクもやってないだけだな。ぶっ飛ば、負ける。終わったわ。さすがにぶっ飛ばしの強さだとテリノが圧倒的に強いな。ありがとうございました。いい勝負だったぜ。またあんたと戦えるのを楽しみにしてるよ。よし、では終わります。ありがとうございました。じゃあまた一回ここで枠を閉じますので、おつおつ大変ありがとうございました。